審判団並びにマッチコミッショナーをご紹介します。主審村上信次、副審西尾秀明、副審越智真嗣、フォースオフィシャル中込仁、マッチコミッショナー玉井明、審判アセッサー石山昇。2011Jリーグディビジョン1第15節、柏レイソル対ジュビロ磐田、両チームスターティングメンバーの発表です。まずはじめにアウェーチームジュビロ磐田のスタメンです。ゴールキーパー背番号1川口義勝、ディフェンダー背番号5駒野雄一、ディフェンダー背番号2加賀健一、ディフェンダー背番号33藤田義明、ディフェンダー背番号14パク・チュホ、ミッドフィルダー背番号22小林勇気、ミッドフィルダー背番号6那須大輔、ミッドフィルダー背番号10山田大樹、ミッドフィルダー背番号8ジウシーニョ、フォワード背番号17金園秀隆、フォワード背番号18前田良一、リザーブです。ゴールキーパー背番号21八田直樹、ディフェンダー背番号13イ・ガンジ、ディフェンダー背番号16金沢ジョー、ディフェンダー背番号20山本シュート、ミッドフィルダー背番号3岡田龍、ミッドフィルダー背番号15菅沼実、フォワード背番号19荒田智之、ジュビロ磐田監督柳下正明。続きまして我らが柏レイソルスターティングメンバーの発表です。守護神ゴールキーパー菅野隆紀、ディフェンダー村上雄介、ディフェンダー増島、
や栗沢陽一。ミッドフィルダー19:00 です。この後はサポーターズタイムです。